はいどうもレッドコンプレックスです。今回は期待以上だった FP の、ライトウィング編に入りたいと思います。まあウィングの選手は大体ドリブラーだったりとかこうスピシュン重視だったりするんだけど、その中でもね、自分が実際使ってみてこいつは強いわっていう選手を集めてみましたので、 FP とはいえど全然 C 環境でも使っていける選手ばっかりなので、少しでもね参考になっていただけたらいいかなと思います。このように選手や監督に関する動画を上げていますので、少しでも良い点を持ってくれたらめっちゃモチベになりますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。それではやっていこうか。アリーベデルチ、1人目はこの選手、フェデリコ・キエーザー。まあ平均的に高い水準、持っていますね、能力値は。で、偉いのがね、こう逆足もいけるってとこだね。4-3ってすごいいいと思いますよ。で、ダブルタッチミドルシュートがあって、スキル枠一つ余ってるので、僕はね、ワンタッチパスつけちゃいました。最強キエーザー。で、ウィングストライカーの選手なんだけど、こうやって ST で使うのもいいんだけど、サイドバックもいけるんだよ。ダブタも持ってるので、こう持ち上がってから、ちゃんと自分でフィニッシュも狙いに行けるっていうところ、すごく使い勝手がいいかなと思いまして、期待以上でしたね。使用感的には、まあちょっとね、タッチのデカさっていうのかな、動きの、こう、硬さというか、は、ちょっとだけ感じるんだけど、まあ確定ダブタ持ってて簡単にかわせる場面が本当に多いので、なんだかんだ強いなと思いました。二人目は、この選手、キングスレイ・コマーン。いや、コマンは本当にね、ドリブルしやすいですね。とにかく。で、キット力もね、あるし、で、スピシュンカンストしてるから、本当にキビキビ、動かせるし、キックフェイントとかスライドとかが、本当素早くね、相手をかわせていけるんじゃないかなっていうところで、スキルもすごい優秀でね、ダブルタッチにエッジターン、そしてミドルシュートとか持ちつつ、スーパーサブ、来ました。お疲れ様です。まあ、この能力値だってスパサブあったら、まあ、強いよね。僕はね、よくね、OMF で使ってました。やっぱこねやすいからパスとか出すとき迷ったときも簡単にキックフェイントとかフィネスとか入れてこうかわせるし、ライブアップでいいときとか特にね使ってましたね。まあスパサブだから全然今の環境ベンチからでもね、使っていけると思います。3人目はこの選手、アダマ・トラオーレ。ドリブラーからしたらこう使いたいっていう選手の一人だと思うんだけど、これ99-99ってエグすぎるでしょ。で、スキルもね、ダブルタッチエラー執行、アシュラコントロールで特殊ダブルタッチだし、で、何気ありがたいアウトスピンキックとか持ってて、でもなんか前作とかの感じからすると、こうアダマ・トラオレやっぱ人選ぶかなっていうか、本当にドリブル好んでる人じゃないと使わないかなと思ってたんだけど、やっぱ実際ね、このボールコントロールとかドリブル数値とかが高いから全然ね、やってきますね。あの、チェレフ型の頂点とかで使ってみたんだけど、めっちゃ背負えるし、まあタッチはね、多少でかいけど、やっぱ投票 FP でこれ誰でも獲得できるっていう部分でも、このトラオレ本当に非常に優秀じゃないかなと、思いました。はい、いかがだったでしょうか。結構また手短に終わったけども、ライトウィング編はこれで終了になります。次回はね、最終回で、CF 編をやりますので、それまで待っていただけたらいいかなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは、バイバイ。